はい、それではですね、インテグラルサイケデリックラジオ第40回の振り返りを行っていきたいと思います。リスナーの皆様、そして渡さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本編ちょっとこう、終わって、まずはもう本当にこう渡さん話を聞いていただき、どうもありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ。なんだろうな、もう先生がこう白紙瓶第19回の先生にとっての白紙瓶セッションで振り返りで8本、ね、8記事、日記をこう記載されてあって、この日記の内容の濃さもものすごいんですが、先ほどの本編の方でも、なんかまたいろいろとこう考え直すことというか、見つめ直すことがたくさん多かったですね。こちらこそですよ。なんか私も本当にこう自分で話しながら、話すことがね、本当にまたこれも確認になってるんですよね。コンファーメーション、アファーメーション、アイデンティフィケーション、オーセンティケーションになってるなっていう、こうやって渡さんとの対話を通じて、まあ、お互いがお互いにとってこう大事なことをこう確認し合っているっていう、で、対話の良さはやっぱこう共同確認を多分してるんでしょうね。お互いにとっての確認だけじゃなくて、二人でこう共通する確認もやっぱり行ってるんじゃないかなと。でちょっと本編ではね、聞くことができませんでしたけど、まあ、こうやって私の19回のセッションをこう聞きながら、1ヶ月前の渡さんのこう体験をまた振り返ることとか、なんか思い出すこととかもあったのかなっていうのは、ちょっと聞いてみたかったんですよね。いや、そうですね。確かに、でもまあ、その体験に、今ですね、こう、先生の話を、ははー、なるほど、なるほど、うわ、面白いです、ふんふんふんって、こう、すごくずっと前向きに、こう、なんだろう、前のめりに、聞けた自分がいたっていうことに対して思うたこと、思うところなんですけど、なんだか、まあ、もしかすると、ね、僕も、こう、サイケデリックっていう分野で、これから勉強を始めていこうとしてる。で、その中で、もうこの加藤先生が、この、3ヶ月、またこれ3ヶ月だけじゃなくて、加藤先生のこれまでの人生、ね、こう積み上げてきた、鍛錬の賜物というか、そういった、なんだろうな、勢いを目の当たりにして、なんだろうな、もし僕がサイケデリックセッションしてなかったら、ただただおののいて、いや、ちょっと俺にはこの分野無理かもなって、思いそうな自分がいたかもしれないなって感じたんです。なるほどね。しかし、自分には自分のやることが見つかるだろうっていう、感覚のもと、まあ一日一日を過ごしていけてるっていう自分に、なんだかこう、誇らしさも感じるというか。嬉しいですね。まあ同時に、いや、もうちょっと頑張るっていう自分も常にいるんですけど。なんだかこう、そうだなぁ。まあでも別に今の表現はしなくてよかったのかなぁ。いや、ちょっとすみません。なんかもう思考停止になりそうですよ、これ考え出したら。ああ、でもこう、小田さんね、今おっしゃっていただいて、何でしょうかね、お話をこう聞きながら、やっぱり私も渡さんご自身がこうサイケデリックスのこう探求にね、今もうこうやって乗り出していっていて、確かにこう日々新しいことをね、学んでらっしゃるとは思うんですけども、同時にやっぱこれまで自分がこう学んできたことがこう総動員されるというか、それは知識の面だけじゃなくて、体験解釈もそうだし、ね、それを実践にどうつなげるのかにこう関しても、やっぱり私はこう改めて思ったのが、さっきのその自分の全てを全肯定するっていうことにある種つながるのかなと。自分の至らないところも、いいところも、体験してきたことも、持っている知識も、やっぱ全部を含めて、過去やってきた一つ一つの一コマ一コマを、やっぱりこう肯定できるっていうところが、何かね、本当にこういう意味での自己を深く愛することなのかなっていう。なんかだから、その今愛の感覚を渡さんから感じたっていうのが今一つ浮かんできたことですかね。わあ、ありがとうございます。そうか、そうですね。だから、まあ、世間一般で言われてるこう自己愛っていうのがね、やっぱりひどく限定的なのは
基本的に自己愛っていうのは、なんか自分の優れたところとか、見たくないものを殺傷する形で自分の強みを認めるみたいな、多いじゃないですか。でもやっぱそれって本当の意味での自己を愛することというか、その深層的に自己を愛することではやっぱなくて、表層的ないしはある種、もうこれ一つのね、ナルシシズムというのは現代病の一つもなっている、いますので、病理的な形での愛の形だと思うんですよね。うん、そうですね。何かそんなことしました。あ、どうぞ。うん、ああ、いやいや。この、多くの人がナルシシズムでこう満たされたように振る舞っているから、それを見て、ああ、こういうのが幸せなんだって感じさせちゃう社会のパソロジーっていうところにもつながるわけですよね。そうですね。こう、よく見るもの。うん。うん、いや、まさにおっしゃる通りで。だ個人のパソロジーと社会のパソロジーっていうのがやっぱり一つのこうね、あのループ構造というか、お互いにお互いが影響を与え合ってるから、そうそうそう、だからこそ同時に働きかけていかないといけないんですね。片方だけじゃなくて、個人だけに働きかけてると、まさにそうしたナルシシズムを生むような構造が温存されたままになってしまうんで、そう、一方じゃあ社会構造だけに働きかければいいかっていうと、それは大事なんだけど、でも今ナルシシズムを患っている人とか、その周りにナルシシズムな人がいることによって危害を被っている人もいるので、集合だけに働きかけるっていうのも私はやっぱ片手落ちだと思うんですね。大事なんだけど、うん、うん、はい、そうそうそう、だからこれはまあサイケデリックスの、ね、普及においても全く同じことが言えますよね。個人と集合、いやー、そうだな、いろんな形で働きかけていく必要があると。そうそうそう、これほどね、インテグラルなものをやっぱ試される分野はないから自分がつけられてるんですよ。そう、やっぱすごいっすよね、これ。うん、あ、でも先生、そうなった時ですよ。最初の社会実装、まあそれは個人の実装に関してもでいいんですけど、うん、この研究を、うん、まあ多分もう学ぶこと自体、そしてこの、もしかするとこのラジオ、そしておそらく加藤先生のこのブログや、まあ、対人支援の中での関わりっていうのは、もうそもそも社会還元、貢献だとは思うんですけど、うん、何か一つ、形として世の中に送り出すっていう、その最初のファーストアクションってこれ何になりそうですかね。いや、やっぱり私はもうこれは文化か規制のどっちかか、まあ、両方だと思ってて、もっと大きく文化に働きかける方法については、ちょっと今いろいろまだ模索をしている最中なんですよね。それがこう映像作品になるのかとか、ね、もっと多くの方が手に取ってくれるのは新書になるのかとか、ちょっと新書は弱いけれども、これまでのビジネス書形態よりも普及度は大きいと思うんですね、新書の方が。それか、そうですね、文化ところでいくと、やっぱりその映像作品を通じてとか、何かもうすでに有名なクリエイターの方との共同とか、あるいはものすごく影響のあるインフルエンサーと発信するとか、こういうところは文化的な意味の変革においてはやっぱり不可欠だなって思うんですね。そうか、一つのまず自分なりの形にはなりそうかなと。あとは誰を選ぶのかとか、何を手段とするかは別にして、一応今いろんな道が見えてるっていうのが左下証言ですかね。あと右下はもうこれこそもう大きなゲームチェンジャーだと思ってて、法規制の改革のところですよね。ここにの行う。で、これも本当にできれば、やっぱり両方やりたいんですよ。文化の意味の改革と、そうそうそう。そうか、うん、そう。文化のその意味が乗っかる法規制っていう、そうそうそう、ところですよね。うんうんうん、そうですね。だからまあ、その法規制のところは、もうやっぱ注意深く研究をしながら、やっぱ関係者ですよね。日本だったらは各種いろんな省庁あると思ってて。うん、放送界の方たちとのつながりとか、やっぱこういうところは大事にしないといけないなっていうのを改めて思うところですかね。なるほどですね。うん、いや、そうなんだよね。だからまあ右下はそうですね、まあ、特に厚生労働省とかやっぱ省庁との連携と、あとはまあ企業、大きな企業と何かをするっていうのも自分の中で大事にしてることですかね。やっぱりこれまで本当にもう 笑っちゃいますよね。やっぱこうインテグラルでって言った時に、やっぱインテグラルを学んできたからこうやってサイケデリックスに出会ったんだなと思うし、企業とのコラボレーションって言った時に、やっぱりデロイト時代の経験と日本の大学で学んでた経営学の素養っていうのはやっぱり生きるんで、
全部が繋がってきてるんですよね、サイケデリックス。すごいな、うん、サイケデリックスは私にとっても人生のマグネットみたいなもんで、全部そこにはは吸引力で、でそこから全部同心円状にわーっといろんなものが広がっていくっていう、そんな存在にも見てますね、うん、本当ですね。でもこれサイケデリックっていう単語があるからこそまたその吸引力が増してるような気もする。でもサイケデリックっていう単語がなかったとしても、これまでの活動はもう全部サイケデリックとして回収できるようなものを中心に加藤先生の活動がなされてきてたっていうことを考えると、本当ですね、それ。これはまた、うん、確かにですね、これは本当大事ですね。それもやっぱその言葉の大事に返ってきますよね。だって私もやっぱアヤワスカを最初に飲んだ、ね、10年前ぐらいの話って、あの時にはアヤワスカをサイケデリックスすらくくれなかったんですよね。言葉がなかったか知らなかったか、やっぱりこうやって言葉が与えられることによって自分の研究実践がまたこう一つのまとまりを見せるというか、つかみどころがなかったと思いますね、このサイケデリック、言葉がないと。なるほど。やっぱ言葉があるおかげで再化が起こるし、ね、ハードドラッグとの違いももちろん説明ができるしで、でもやっぱこれは本当に大事なポイントですね、言葉ってね、うん、そうですね。それでいくと、渡辺さんに全く同じ問いでいくと、渡辺さんから見たときにどうやってこの社会実装していくかですよ、うん、渡辺さんなりの、うん、いやー、もう僕が今こうイメージできるのはですよ、うん、もう一人ずつマンツーマンでサイケデリックセッション、なるほどね、うん、そしてその一人が5人に語ってもらう、あ、確かにね、そうね、っていう、もうなんだろうな、濃い体験、僕はやっぱりこう、うん、なんだろうな、狭く深くっていうところの方に、うん、まだ自分のなんだろうな、これが自分が脱構築するべきことなのか、自分の得意を伸ばすっていうことなのか、まだ分かれてないけれど、今自分がイメージできることとすれば、うん、一人ずつ多分こう体験を作る、その機会を作る、場を作るっていうことかなっていう思ってます。あ、いいですね、うん、それはでも本当に大事なポイントですね。なるほどな、確かに。それはだからその左下証言のまず文化のところへの貢献って大きいし、うん、レギュレーションが変わるってなった時に、まあ、例えばね、これがあの政治の議題案件に乗っかった時にはやっぱり国民の意思としてどれだけ多くの方がね、サイケデリックスについて理解を持ってるかとか、どれだけそれを活用したいと思ってるかっていうのは大事になるから、民意を醸成するで今の1対1の真剣な取り組みって私はすごく大事だと思いますね、これは。あ、ですかね、うん、3人の人が3人にね、本当にこう届けることができたら、まあ、本当に大きいですね、これね。多分これじゃあ、まあでもどうなんだろうね、でもこれ多分同時並こうだと思うんですよね。左下、文化として、あ、なんかサイケデリックスって最近よく聞くねっていうのがまあ起こったとして、あ、書店にあって、うん、へー、こういった体験なんだ、面白そう、まあ面白そうというか、まあそういった、まあ最初は認知がスタートする、うんうん、けれどもそれだけで、でじゃあ実際にその何かアクションが起こるかなって言ったら、やっぱりそれはまだもうちょっと先のような気もして、それよりも、うん、自分と近しい人、自分と親しい人がその接種体験があって、その人と一緒だったらやってもいいかなっていうような感覚、うん、まあ、僕が ね、まさにこう加藤先生にセッションしていただいたようなことですよね、うん、僕が本だけ読んでこれやってたかって言ったら多分やってないっていうことなんですよね。なるほどね、そっか、そうですね。だからまあ本当にこの真剣なセッションを一人の人にこう届けて、うん、その人が3人に話をしてくれますと、うん、でその3人がまた自分で渡辺さんのところに来てセッションして3人に語ってくれるっていう連鎖が10回起こるだけで3の10乗なんで、お、6万人ですよ、それだけで。でかいの、結構。もう、いやもう十分いいわ。え、3の10乗いい、ね、え、3の10乗計算でいいのか。あ、いいんだよね、そっか、話してくれれば。え、そうすると何、そんな簡単に話進むすごい影響力だね、これ。ちょっと待ってください。3人、だから僕がまずじゃあ。ホテルさんが起点に1になって、で、3人に伝えます。うん、で、そのから3人に話をしてもらう。あ、でもやっぱ3の類乗ですよね、これ。ですよね、1、2、3でしょ。そこから各人がまた3人になっていくっていう形でいけば、そうっすよ。
59,049 ですよね。いや本当そうだわ。え、じゃあ20人になった場合にはもう一気に桁変わりますよね。20人とかだったら、え、なんぼ、え、3億とかなる、3000万、3億、お、3億4800万人ですよ。20人人口超えてんじゃん。え、20人だけ、よっしゃ、いや、これはだからめちゃくちゃ密なセッションを提供すればもうこんだけのインパクトってことですよ。いや、え、これ3億なんだ。いいっすね。え、すごい。え、15、じゃあ15乗でいいの ?15 乗ぐらいで1億3、4000万ぐらい落ち着くって計算になる。いや、違うか。それ下がりすぎるか。あ、いや、15だったら100万とかの、なんか桁が違うな。15だったら1400万か。はい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 。なるほど。17回でもう1億3000万です。あ、いいっすね。17人じゃん。お、すごい。17人の勇者を集めれば。いいっすね。17人の勇者。3の17乗でいいんだ。うん、え、すごいな。これだったら結構でも本当いけますよね。え、いけますね。だってちょっと自分もアヤワスカを摂取した時誰に語ったかっていうと、仲間内、まあ日本人だけに絞ってみた時に、うん、やっぱもう3人とかそれくらいになりますよね。めちゃくちゃ限定的に語ってたな。いや、深く話すっていうレベルでいけばですよ。うんうんうん、うん、あ、そうだ。だから3人ぐらいがちょうどいいかもしれないですね。5人になるとちょっと多いのかな。楽になるけどね。浸透度合いはね。そうですね。うん。あ、でも3の17乗か。これで1億3000万近くなんだね。おお。あ、小田さん決まりましたね、これ一つ。左下証言で文化を作っていく前のところの理解を高める意味では、これはいいですね。3の17乗モデル。そうですね。これが文化になるっていうところに引き上がるといいですね。そうそう、そうですね。確かに。わ、だから3の17乗でね。え、でもこれって3の17乗ってこれ体験してもらった人数になるってことだよね。今のところ3人に話をして一応3人がまた体験してもらうって前提になってるから、うん、確かにそうですね。それはそうだね。そうか、喋っただけじゃないですもんね。でもまあ17回のステップで一応日本国民全員が体験できるうんうん、うん、話にはなんだね。はいはい、うん、うんうんうん、まあでもそこまでいかなくても多分あの、なんでしょうね。基本的にこの日本の民主主義を動かす意味では、もうちょっと次元が下の人数でもいい気がするんで、これ日本国民全部ですからね、今。3の17乗。そっか、それでいくとそうね、文化の引き上げの前に、こうしたある種、話ができるっていうか、サイケデリック何ぞやについて語ってくれる人がいい、これだけ増えるっていうのは、でも本当大きいですよね。うん。まあ、一回でも触れておかないと、話でもまず、わかんないと思うんで。そうそうそう。うん、いやーでもこれ、まあそうは言ってもやっぱり法規制っていうのが一人の誰かの旗振り役がないと、そうなんです、多分永遠にほったらかしになると思いますね。いや本当おっしゃる通りで、そうなんですよ。パーソナルトレーニングの場合もこれ絶対資格がないとやっちゃダメだよねって、もう10年前からその話があってたんですね。ああ、そうなんですね。パーソナルトレーニングって実は資格がなくても開業できるものなんですね、うんうん、そもそも、うん、これおっしゃってましたね。で、いやこれ資格が大事だよとか、国家資格に引き上げないとって言いながらずっと結局、まあ僕も含めてですけど、そこへのアクションっていうか、そこのへのこう働きかけっていうのがないまま、そのままこう流れてきてしまってるような状態なんですよね。なので、まあ、事件が増えても、もう仕方がないっていうふうなこう見られ方をするというか、うん、うん、っていう状況なんで、うん、やっぱ必要ですよね、そうですね。そうだよ、うん、やっぱサイケデリックスはなおさらね、こう、ものすごく締め付けられているものだからこそ、うん、そうそうそう。だって、パーソナルトレーニングの場合は法律でやっちゃダメって言われてないから、そこの違いはまずあるんですよね。いや、そうですね。やっちゃダメとは言われてない、まあ、国家資格はないけれどもっていう話だと思うんで、うん、そう、うんうん、だからなおさらサイケデリックスが置かれてる状況の方がやっぱ厳しいんですよ、うんうんうん、でこうやって人が人に口コミをするときにはやっぱりその法規制にのっとってっていうところがやっぱ安心安全に話をしてもらうためのやっぱ、うん、最低条件になると私は思うんですよね。そうですよね、うんうん、そうだからこそのやっぱ右下への働きかけですかね。そう、うん、これはなんかやっていきたいとこだな。省庁と、うん、それからまあ企業と連携してとかね、うん、大きな企業と絡んでいけば、うん、
省庁の方もね、なんか話を聞いてくれてたりもしやすいかもしれないし、そうそうか、そういった流れありそうか、まあ、そうね、連携のパターンを考えておきたいですね。うん、うん、ですね。そう、なんかあと右下障害の関与って他にあるのかなっていうね、まあその法規制の改革がやっぱり一番大きなところだと思うんですけど、うん、仕組み作りでいくと何かあるのかな、システム作りでいくと。あ、でもそうか、それでいくとでもあれですよね、そこからその再、例えば法規制にも順序があると思ってて、サイケデリックスのセラピー活用ってなった時にはそのサイケデリックセラピストを養成するシステムを作るとか、コーチングのね、なんか、うん、あの学校的なものを作るとかっていう右下証言の設備作りはやっぱ大事になってきますかね、うん、ありますよね。で、日本でそれが起こる前に多分日本から海外にどういった動線でできるかっていうのもなんかありそうですね、うん、リトリートプログラム的な。いや本当そうですね、これは、うん、だって今はもうね、サイケデリックツアリズムっていう形である種、うん、人知れず日本からいろんな国に出かけてってるような状況なんで、うんうん、まあ、そこを、まあ、動線をきちんと作るとか、日本もね、いろんないい場所がこうあるんで、はい、いや、これはなんかあの地域復興にも私はなると思うんですよね。正直、私、サイケデリックスを東京でなんて接種したいと全く思ってなくて、なるほど、東京で接種したら郊外ですよ。うん、まあ、あの街中でサイケデリックスをなんかマンションの中でとかは、なんか嫌だなっていう。あの、そうですね。都会のギラギラした集合エネルギーに飲み込まれるんで、私はやっぱもう東京の都会よりも、うん、まあ東京だったとしたら郊外、郊外だったらね、いるっていうのもありますから、うん、あとはもう地方のリゾートの有給土地を使うっていうね、復活させるっていう、旅館と提携してとかで、そしたら旅館サービスも盛り上がるしで、地域復興にも私はなんじゃないかなと思うんですけどね、うん、地方復興にも。確かにない。いや、これは、いいですね。サイケデリックと何かを掛け合わせた観光資源になりそうですね。いや、まだまだ私はありますよ。うん、それでいくと、特産物とサイケデリックスを絡めると。これ100、いい、めっちゃいい組み合わせなんですね。例えば、青森産のリンゴと、あのトリュフをこう絡めたジュースを作るとか、うまそうと思う。飲みやすそうってなるし、カステラと、あの砂糖が入ると白シビンの効力ちょっと弱まるんですけど、でも、うん、強いトリップが嫌な人は、長崎のカステラと一緒に白シビンとかね。わ、ね、うん、そうそうそう。LSE とかでも全然いいですよね。うん、無味無臭だから。というように、特産物との組み合わせっていうのも十分あるんですよ。これ、食と絡めるとかなり親和、まあ、なんだろう。こう親しみやすいですよね。そうだと思いますね。そうそうそう、そうなんですよ。まあ、ただね、食と絡める、まあ LSD とか白シビンとかは別に高ドースで服用量になっても死亡例とかはないんで、その分は安心できますけど、うん、まあカンナビスと絡めるとちょっと注意しないといけないですね。オーバードースになっちゃってっていうちょっと問題があるんで、そう、そうパクパク食べれちゃうんですよ。カンナビスのエディブルチョコレートとか、うん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 、そう、そこはちょっと注意点ですけどね。うん、いや、それこそ今日昨日か、日本でまたその THC の派生の、はいはいはい、うん、成分をこうどこか のリゾート地じゃない、なんだっけテーマパークか何かで、うん、THC の類似の THCH だったかな、うん、そのなんかこうグミをこう、そうなんですか、無料で誰かが勝手に配ってるんですよ。え、でそれを摂取した人が体調不良になって、うん、こう搬送されたみたいな感じで、またうわなんだかこうちょっと大変な方になってますね。あ、その事件知らなかった、うん、ディズニーランドとかじゃなくてどっかのテーマパーク、おそらく、ちょっとその名前忘れちゃったけど、どこかの日本国内ですよね。国内ですね。いや、だからね、これはだから本当にこうなんでしょうね、サイケデリックス、その純粋なサイケデリックスを普及させていく意味で、やっぱこういうニュースって本当にネガティブでですね、やっぱりまがいものとかちょっとおかしな合成物とかをね、やっぱり早くこれは、まあ、うまくこう社会からこれはやっぱり一掃していくべきだって私はやっぱ思うんですよね。うん、うん、だこれ出花ほんとくじいちゃいますよね。せっかくカンナビスのね、例えば医療大麻とかもどうしようかって議論もこれでポシャっちゃいますよね、そんな THC で。いや、そうなんですよね、うん、だからこれ関係者側にも本当問題がありますよね。いや、間違いなく、はい、そうで、関係者たちが例えばこれビジネスでやってるんだったらば、なおさらこういうのアンダーグラウンドにするから変なものを販売するっていうことで、やっぱ規制の問題にやっぱ戻ってくるんですよね。うん、そうそうそう、そうか、THC のねグミね、確かに。なるほど、
して。テーマパークじゃない、なんかお祭りみたいですね。東京の、うん、武蔵野公園で開かれたお祭りみたいですね。うん、いやなるほどな。お祭りか、ちょっと調べてます。東京ね。あ、本当だ。武蔵野原っぱ祭りですね、これね。主催者側が配ったみたいですもんね。それはすごいっすね。これはね。いやいや、すごいな。いや、だからもう本当いろんな倫理観とかっていうこともどうやって、うん、醸成していくかって、なんかいろいろ考える必要ありますね。本当そうなんですよ。やっぱこの倫理の問題っていうのはやっぱり大事で、うん、いや、もう本当に今現代はね、かなり倫理が地盤沈下してるっていう。ガードナーの多重知性でいけば倫理の知性が本当にこれは育まれてないと思うんですよ、はいはい、いろんな分野で、うんうん、企業も不祥事たくさんあるし、ね、スポーツの世界でもいろんな不祥事がこうあるしで、そう、やっぱ倫理なところです、これですよね、本当ね、真善美、本当これ大事ですね。いや、大事ですね。なるほど、ちょっとこれまたあれですね、THC か、それかでもなんか CBD 関係かもしれないぐらいですよね、これ勢いとしては。どっちだ ?CBD ではないみたいでしたね。CBD ではない。うん。あ、でもなんか、あ、メッセージはでも CBD グミって書いてあるものもありますけどね、結構。あ、本当ですか。で、主催者がでも THC なんてもの出してたら、これは本当に確実犯罪じゃないですか。だって違法ですもん。うん、間違いなく。で、THC の派生だけれど、うん、あ、なんだったかな、一応まだ法規制がないだけでっていう感じみたいですね。なるほどね。だから違法でも合法でもないってやつですね。そうそうそうです、そうです。なるほど、そうなんですよね。だからこの、あの、いろんなこのデリバティブ派生物はまだいろんな調査が進んでないんで、科学研究とか。うん、そうなんですよね。だからこういうものが違法でも合法でもないから、つまり、まああんまり言いたくないですけど、過去の政権ですよ、憲法に書いてないからこれやっていいだろうっていう常識で考えてするとダメだろうっていうことをやってた政権がありましたよね。言いませんけど、そうそう、それと全く同じ論理で動いてますよ、これ、うん、つまりここにはその、何でしょう、正義感とか倫理ってものでやっぱ欠けてるんですよね。うん、うん、なるほどね。まあね、ちょっとこれは、まあやっぱり日本はこういうところを見ると、いろいろな意味でサイケデリックに関しては、私はちょっとやっぱ状況としてはかなり絶望的で、うん、まあ絶望だからこそやりがいがあるっちゃやりがいがあるんですよね。そうですね。そう、他の国だったらもうやりやすい、もう本当アメリカとかだったら研究もね、研究機関もあるし、で合法化の動きも起こってる人で、うん、オランダも全くそうだし、そうそうそう、そうですよね。じゃちょっと今、暗闇ですね。そう、光を刺さないからの光でいくと、うん、今回もなんと渡辺さんのクライアントのココアさんからレターがあります。お、続くな、すごいな、ありがとうございます。ちょっと読んでいいですか、ココアさん。はい、ココアさん、ありがとうございます。レターはですね、前回の本編ですね、39回の本編じゃ、はいはいはい、振り返りへのレターをいただきました。うんうんうん、じゃちょっと読んでいきます。はい、冒頭からちょっとなんか私もちょっと気恥ずかしくなりますけど、優しい加藤先生そこ笑うとこじゃねえよ、渡辺さんもう一回いきます、ココアさん、優しい加藤先生、はい、前回の放課後セッションで、私の拙い文章や渡辺先生のありがたいフォローからいろんなことを取り上げていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。留学のアドバイス等もありがとうございました。私の挑戦は、渡辺先生にも相談の上、まだ芽吹いたくらいの段階ですが、これからの人生が一段と楽しみになってき、ましたと。私の毎回のいいねは、加藤先生さすがです、拝聴させていただきましたのご挨拶のつもりもありますし、感動した、勉強になったの時も多くありますと。自分の人生に一生懸命な人に私はとても感動します。これからのラジオ配信も楽しみにしておりますと。推進、私もまずは座禅をはじめ、部屋の観賞観葉植物に名前をつけました、笑いという形で締めくくっておられます。わあ、すごい。もう実践まで、アクションまで。いいですね。いやー、ココアさん、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。俺を受けての渡る先生のコメント、どうでしょうか、優しい渡る先生。これちょっと、すみません。あ、ちょっと枕言葉を置かないといけないですね。社会に対して、クライアントの皆様に対しては、優しい渡る先生ですね。おっと、おっと、おっと。おっと。
いやー、でももう、このココアさんはですね、本当にこう、なんだろうな、もうアクション、実践、行動、そして継続、もうどれをとってもピカイチの方なので、もうね、この方が選ぶ道は、なんだろう、どれでもうまくいきそうな、もう未来を感じずにはいられないという方ですので。あ、素晴らしい。可能性に満ちた、渡さんともう全く同じような方ってことですね。うん、はい。なるほど。ちょっと今ね、ココアさんの留学の話、いいじゃないですか、渡さん。これね、うんうん、留学仲間もクライアントさんにいるっていうのは。そうなんですよ。本当におっしゃる通りで。それでいくと、ちょっと渡さんご自身が報告したかった、現状、近況ってのはどんなものだったんですか、渡さん。ありがとうございます。今、マイクロプログラムですね。うんうん、あの、小田大学のマイクロプログラム出願に関してなんですけど、昨日、違う、これは今日かメールが届いておりまして、うんうん、2024年の冬入学は、もう、募集しませんというふうな連絡が来ました。2024?3 じゃない?はい。つまり、来年の冬なので、まあ、つまり2ヶ月後のことですね。ああ、そういうことか。そうか、そうか。2024年のウィンターが1月から始まるやつですね。そうですね。はい。2024年のウィンター1月からですね。うん、うん、うん。の、マイクロプログラムが、募集がないということなので、うん、このマイクロプログラムがあるのはもう2024年の秋入学から募集をしますと、うんうんうん、ということだったので、まあ、マイクロプログラムを早い段階でオンラインで受けれたらいいなと思っていたところは、まあ、ひとまずはまあ、なくなった話になったというところですね、うんうんうん、あ、これどっちのマイクロプログラムも同じってことですね。だから1月、あ、その通りですね。なるほどね、なるほど、なるほど、はい、ほうほうほう。そしてじゃあ結局、じゃあもう2020年の秋入学かってなったんですが、もうそれだったら本コースを、うん、まあ、最初から受けた方がいいんじゃないかなというところにもなりました、うん、まあ、しかしこの本コースは大学院の修士課程の方はまだ実は開講が決まっていない、目処が立っていない状態なの で、 ああ、そうでした、ね、本当に2020年の秋に開催されるかはわからないという段階ですね、うんうんうん、なるほど。本コースがまだ秋からわからず、一応マイクロプログラムの2つに関しては来年の秋開講は、はい、まあ、目処がもう立っているわけですね。その通りです、ね、うん、なるほど、なるほど。いやでもまあそれで言ったら結局私と同タイミングってことですね。もし両方が実現すれば、私も来年の秋入学なんで、うん、出願はねもうあと2ヶ月以内で終了でっていう形なんで、そうですね、だから逆に来年の秋ってなんか遠く感じるけど、いろんな準備からすると結構早いんですよね。ああ、そっか。そうで、特にその小田さんもね、今日のソーダ TV の方で語ってましたけど、特に英語のアイエルツのところ、これはやっぱりその、まあ、逆に秋になった分勉強時間がねこう取れるっていう良さもあるけれども、意外と出願するときにきちんと英語を勉強しておかないとね、なかなか英語が伸びなかったりもするしで、来年の秋かってなるかもしれないけど、うん、意外と早いですよね、やってくれば。いや、そうなんですよね。でこの本コースに対してはアイレツで、まあ、最低限の点数が取れておけば、うんうん、アカデミック英語の勉強っていうコースを受講すれば、もともと求められている水準に達していなかったとしても、うん、本コースの方に進学できるんですが、うん、マイクロプログラムに関してはそれが適用されないというふうに連絡が来て、うん、いや最高じゃないですか、って感じなんですけど、最高。これもう逃げ道立たれたから最高だな。そう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 。もうね、小樽さんが面白かったのは、やたらとなんか裏道見つけようとしてんなーってちょっとニヤニヤして話聞いてましたけど、その裏道がことごとく塞がれて真正面から来いやーってなってるのがなんか面白いなと思って、全塞がりですよ。そっか、そうね、いやだからそれでいくと本当にこう来年の9月入学をこう目処に本コースって、でももうあとちょっとだと思うんですよ、認可まで。あれはなんかこう、オタワ州の多分大学連盟みたいなところが認可すればもういいと思ってて、プログラム自体もできてるんですよね、はいはい、だからその認可が通るかどうかっていうところなんで、うん、まあ、ただ一応確かに本コースね、来年開講になるかどうかまだ分からないっていうところありますけど、マイクロプログラムはもう2つは開講するっていうことはもうねほぼ決まってるやっぱり状態なんで、うん、それに向けてやっぱアイルツの学習をこうしていくと
はい、でマイクロプログラムのサイエンスの方はカナダで実際に受けられますんで、そうすると、まあ、私はいつも推奨しているのは、その地に少なくとも1ヶ月前から行くっていうところですかね、生活になれる。おお、はいはい、8月入りをするっていうところで行けば、結構ね、いろいろ前倒しで進めていく必要がこうありますよね。だってもう11月末でしょ。8月って言ったら結構そんなにね、まあまあちょっと先に思えるかもしれないけど、意外と早くやってきます。いや、近いですよね。うん。そうなんですよ。そのIELTSに関しても、あの、渡るさんのゼミナーの方ではIELTSの勉強の様子とかは一切言及なく、どうなってるのかなって、毎日ちゃんと勉強してるのかなっていう。ああ、そうですね。こんな風にこれをこれこれこれだけの時間勉強しましたかとか、そういうちょっとシェアリングがあまりこうなくてですね。あ、なるほど、なるほど。あ、それはもう完全に。どんな感じ、どんな感じでやってんのかなと思って。ちょっと私も。うん。そうですね。あの、日本の教材ですね。英語の加藤先生が教えていただいた、あの、出版社からの教材が届くのを待っている間、日本の教材を、まあ、こなしているというところですね、うん。そしてそれと同時並行で単語を覚えていこうとしている感じ。なるほど。まあ覚えている段階。うん。そうですね。やっぱ多分ここでも、あの、渡さんご自身のブログか、まあ音声かで、うん、やっぱIELTSの自分なりの戦略っていうのを言語化していくっていうことは結構大事で。あ、いや、そうか。やっぱり本番は自分にこう慣れた、さっきの渡さんおっしゃったような、自分が使える言葉しか使えないのと同じで、IELTSも戦略って大事なんですね、セクションごとの。うん、でこれやっぱ自分で戦略が明確じゃないと、はい、何分何秒までに、まあ、何秒までです、何分までにここまで解くっていう、でそして次の問題に移るとか、結構細かく決定しとかないと、うん、時はすぐに流れ、あたふたするんですよ。まあ、もう私は一回受けてるから強みですけどね、それはね。いやいや、あの、でも本当、ライティングでタスク2で250文字書くっていうところ。これ、まあ僕多分前回は200行ってなくて170ぐらいで途中で終わってる感じなんだったんですよ。ほうほう。で、そもそもこれタイプだけ、ね、こう慣れない英語のタイプだけで、うん、あの、ちゃんと、なんだろう、模範解答を見て、うん、こう250か、あの、打つだけで何分かかるんだろうなってことを見てみたんですね、今日。うんうん、そしたら、打つだけで、ね、あ、あれ、ちょっと。15分半かかってたんですよ。はいはいはい、はい、打つだけでね、入力だけで、で、うん、そう、見直しに5分かかってる。なるほど、うん、ってなったらもう頭考えてなくてですよ、文章の構成を、うんうん、まあ、この模範解答は299文字、約300文字だったんですけど、うん、ってことはこれとんでもないスピードが必要だなってことが今。あ、そうですね、タイプする力は本当に大事ですね。やっぱIELTSって面白くて、その250にやっぱ書いてくださいって言ってるんで、書かなかった瞬間に一気にスコアが、バンドスコアがガクンと落とされるんですよ。だから逆に次回は250書ければバンドスコアは結構グッと上がると思いますよ、ライティング。うん、あ、ですか。で、同時にやっぱタイプ慣れをしておくっていうことと、どの話題が来たらどう返すかっていう、私はこれ全部やっぱやってましたね、ライティングセクション。うん、で、私は失敗は一つあって、書きすぎちゃったんですよ、はい、ついつい。え、これね、書きすぎちゃダメで、あの、IELTSはとにかく書きすぎちゃダメで、私 GRE の時はですね、まあこれ 91% のライティングスコア取った時に、もう、あの、明らかに30分以内に650字ぐらいまで打ち込んだんですね。そうするとすげえ、これくらい書ければ点結構くるんですよ、 GRE の方は、うん、でも IELTS は逆で、書きすぎてミスが連発するとミスで減点方式なんですよ、 IELTS は。だから一番理想は251字から270ぐらいとどめるっていう。270も書きすぎかも。できたら260台でとどめる。とにかく下手に書かない。でも250は絶対超えるっていう。で、私たち多分本番、ついついノリで書きすぎちゃったんですよ。290ぐらいいってて。そう。で、ああ、その文章の中でちょっとミスがあったんだろうなっていう。だから、まあ、タイプ慣れをするっていうとこと、このトピックが来たらこういうアイデアで書くっていう、もう自分のアイデアの引き出しですよね。うん、これをバシバシ作っていくっていうのは、うん、ライティングのセクション2で大事ですかね。これ、うん、そうですね。そうそうそう。で、まあ、ライティングのセクション1も、まあ、ほぼほぼ、1は対策しやすいかな。こっちパターン決まってるから。うん。そうそうそう。ですね。
図表の読み取りもですね。そう。まあ、なので、ちょっとここからね、渡さんご自身が、こう、ゼミナールの方にも、きっと留学をね、志しておられる方もいるでしょうから、その方に向けての。うんうんうん、ちょっと上げていきます。そうですね、ぜひぜひ。そうですね。どうでしょうか、何か今、ここまでのところ、前回から、カナダのオタワの話、留学に向けて、ま、毎回ね、振り返りは結構留学の話、お互いしてますね。確かに最近はさせていただいてます。そうだな。そう、なんか今、まあ、直球の質問としては、懸念なく学習をバリバリ進めてるのかなっていうのは、ちょっと、何の不安もなくバリバリ勉強進めてるのかなっていうのは、ちょっと気になって。ああ。なんかこう自分にとってのやり方っていうのは一応作ってみてるけど、それが果たして効率がいいものかどうかっていうのはよく分かってないですね。なるほど。でもそれ大事なことですよね、本当ね。自分なりの。なんだろう、前はこのやり方でやってみて、また別のやり方に変えて、また別のやり方って言って、なんかどん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 やり方だけ変わって前に進まない感じがあったんですけど、うん、今は、もうこういうやり方でいいかなみたいなのはなんか型はできたような気がします。ああ、いいですね、いいですね。そっかそっか、うん。そうですね。一旦やっぱりその型にこう沿っていき、まあ、型自身もね、こうブラッシュアップしながら、まあ、肉付けしていきながらっていう表現もいいのかな。うん。そうか。そうですね。うん。ちょうどあと1ヶ月後ですもんね、IELTS 試験。そうなんですよね。スピーキングが、ここね。これ、どう練習今やってる練習法は、うん、まあもう事前にこういった質問が来たら、まあこういった風に返そうっていう、うん、こう質問と答えと、こう、なんだろう、例文を作って、で、それをこう自分の言葉で、置き換えて何度も喋りながら練習するっていうことなんですけど、うん、こんな練習の仕方でいいのかなっていうのはちょっと、スピーキングが一番謎です。なるほどな。でもそれは大事なんですよね。まずはちょっと自分で言える表現を増やすっていう意味で、定型的なものとか最低限の会話のパターンとか表現を抑えるっていう意味で、そういう練習をやっぱまずはしこたまやるっていうのは大事だと思うんですね。頭の中でもう独り言を英語にするみたいな、セッションのクライアントさんとセッションしてる時もこれを英語で頭の中で言ってみるとかね、隙間時間とか、とにかくやっぱ英語のを作るっていうことは本当にこう大事 で自分が表現できる単語とイディオムを増やす、これやっぱ努力が必要ですね、うん、で、話し言葉に関してはそんなにめちゃくちゃ難しいものは使わなくていいんですよ。むしろIELTS の試験官がちょっとこう嫌ってるのは、大してまだ英語力が高くないのにめちゃくちゃ難しい単語とか話し出すと、こいつ事前に準備してきたこと読んでるぞっていうことでバンドスコア下げられるんです。ははー、なるほど。だからこの事前に準備してない形でナチュラルに話す、でも準備はしっかりするんですけどね、うん、そうなってくると何が必要かっていうと、もうとにかく反射力なんですよ。どんなテーマが来てもある程度何か話せるっていう、うん、そう。でもそのためにはまあ単語のイディオムの土台が必要で、あとはその神経回路やっぱ作らないといけないんですよね、うん、そう。でも例えば振り返りラジオのねところ、ここ10分間、前半10分間英語でやってみるとか、これ多分力つきますよ。IELTS のスピーキングセッション多分10分間ぐらいしかないですからね、合計すると。10分もないかもしれないね。そうそうそう。それでいくと、私いきなりこう英語で切り替えられますよ、頭。いやー、てかもう、喋れないっすよね、なんも。本当に？やってみる？ちょっとだけ。いや、ちょっと行きますか。いや、ちょっと例えばいいですか。いや、私がこう、まあ、一番まあ、もう最初の言葉はそれで、How are you doing ですよ。How are you doing?Yes, I'm fine. Okay. So, what did you do today? Today, I studied、mm-hmm. at IELTS about writing and、listening. Oh, I see. Okay, so you studied for IELTS.、Mm. So, you focused on listening and writing?Yes. Did you say reading too? I didn't. Reading.
結局、1時間ぐらい時間をかけたっていうことを。Oh, I see. Okay. You spent 1 hour for your study. Spent か。うん。Ah, I see. Okay. Yeah, I got it. I spent 1 hour だ。You spent 1 hour studying for IELTS. I see. Okay. So, how is it going? I mean, how is your study for IELTS going?It is difficult for me to study IELTS test. Okay, so it is difficult for you to study for IELTS tests. Yes. So how difficult is it? How difficult? Yeah, would you describe the difficulty? I worry about my learning style is correct or incorrect. Okay, I see. Yeah, I got it. Yeah, I'm with you. Okay. という感じですね。なるほど。いや、でも私さん、立派なのは、でもリスニングで聞けてるってとこすごいなと思いました。いや、加藤先生の発音がすごいわかりやすいです。いや、これね、いや、でも真面目な話。渡さんの私、ロッテルダムでもすごいなって思ったのは、まあなんかこう問いかけられたことに関しての問いを理解してるなっていうのをちょっと感じてたんですよね。私の場合は逆に結構その人の問いってそんなに理解できないタイプなんですよ。多分人間として。最初結構苦労したのは問いを理解することだったなと思ってて。でも今のところでいけば、いや問いは理解してるから、スピーキングのセクション1、2、3、相手からの問いにはね答えられると思うんで、あとはやっぱ本当に表現のとこですかね。そうそうそう、ここからね。そう、で最初私さんがおっしゃってたのが I study at って言ってましたけど、 study 他動詞なんで、I study ニョロニョロみたいなね。うわ、まあ、I study とするんだったらば I study for ニョロニョロみたいな、何々のために勉強してたっていう自動詞表現にするっていうね。at っていうのは場所なんで、基本的に場所なんだから、とかね。だからそういう前置詞は本当難しいんですよね。いやー、勉強になります。なるほど。いや、でも、いい感じだと思いますよ。こっから。いや、頑張ります。なので、あとは、まあ、本当に今、スピーキングが 4.0 だから、ここが逆に上げやすいっちゃ上げやすいんですよね、一番ね、抵抗入れ。そうなんですよね。そうそう。だから、あと、教材として何を使ってるかなっていうところなんですよね。お、教材。教材、スピーキングの、スピーキングに関しては、なんだろう、例題があって、で、それをもう翻訳じゃない、なんか例題を自分で英語で書き写してるだけになるので、なるほど。教材といえば、なんだろうな、日本語の公認問題集ってやつだけですね、なるほど。あ、そうですね、教材って私が言ってたのは、そうね、まあ、その本だけじゃなくて、やっぱり一番いいのは、そうか、私、あんまり IELTS の勉強ほどそんなに教育しなかったんだっけ。加藤ゼミの方で、ああ、でもまあ体験談とか話してるのか。やっぱり私がやってたのは、IELTSに出される実際の問題ですよね。で、これをひたすら自分なりに回答していくっていうのをやってて、前ちょっと言及したように、やっぱりいいアプリとかもあるんで、アプリから問いが投げかけられて、パッと話せるかとかね。そうか。大事ですね。そう、ちょっとそうね。いや、あと意外と問われるのが、多分住んでる場所で、渡辺さんがイサハヤを英語でどれだけ説明できるかとか話ですよね。どんな場所。うわぁ。そのめちゃくちゃ細かく説明する必要はないんですけど、最初のセクション1は。そうそう。はでも、まあ、コンパクトに住んでる場所とかね、話せるかとか、あとは自分の仕事、トレーナーの仕事も英語でコンパクトに話せるかっていう。そうですね。それセクション1で必ず聞かれるところですもんね。うん、場所と仕事だ、決まってるんですよ、テーマね。場所と仕事は絶対でしょ。で、職業のところは、My job is, is as a physical trainer、and I work at Oita Prefecture. I work one-on-one with client. ぐらいは言ってるんですよね。わかりました。確かにそうですね。確かに、わかるわかる。なるほど。そうです。そこも今一瞬、ワークとウォークね。確かにこの発音も厄介ですよね。確かにね、ワークとウォークとかね。そうか、でも確かにそれはいい感じで今、記述してましたね。そうね。
多分セッション1はうまく乗り切れると思うんで、でその後のこのセッション2の2分1人語りですね、これはもう相手に止められるまで話せるかっていうところが結構ポイント、うんうんうん、でもこれも結構自分の過去の体験とかをきちんと英語で話す練習を普段からしておけば1日15分とかでもいいと思うんですよ。でも15分取れるかっていうところが結構ポイントで、15分英語を話す訓練をするだけでまずはだいぶ違いますかね。まあ、15分筋トレするようなもんですよ、英語の。そうですよね。そうで、この時には本当に筋トレをしないといけないんで、筋トレの解説書を読んでちゃダメなんですよね。だから実際のアイレツの問題を自分なりに今この瞬間表現できることを解くみたいな、で話してる時間が15分で、それ以外のところでいやここなんて表現したらいいのか分かんねえってなって調べるような時間も入れると、トータル1時間ぐらいはスピーキングに当ててもいいかもしれないですね。スピーキングに、そうそうそう、うん、そうですね、そうそうそう、うん、よし。スピーキングどんどん後回しになるんですよね。そう、ここは どういう理由からそうなってるんですか。確かにこれね、対策も大変だし、自分が一番ちょっと苦手、私もそうでしたね、結構スピーキング後回しになりがちだったんですよ、うん、トークルもだから、そう、まあ求められてるのが一番ライティングがこうどのバターンでもこうミニマムスコアも要求されてくるし、うんうんうん、なんならこう上げやすいのかなちょっと思ってるんですよね、うんうんうん、勉強のしやすさから、うん、でまあ、正直リスニングもあんまりこうできてなくて、うん、だからライティング と、リーディングか、うんうん、リーディングはなんかものすごく勉強しやすいような気がします。そうですね、しやすいし楽しいしね、うん、なんか新しいものを学べるのね、うん、そうそうそう、確かにな。そうか、それでいくとライティングってミニマム何を求められてるんですか。 5.5 でしたっけ、5だったっけ、あ、6.0 かな。あ、ライティング、あの英語のプログラムの方もですか。本コースと、ね、マイクロプログラムで求められてるものと本コースって一緒みたいなんですよ。あ、そうか。で、マイクロプログラムの2つのうちの1つは、もうそもそも IELTS のスコアがいらない。そうか。なるほど。確かに、それでいくと 6.0 のところ、確かに早めにちょっと欲しいですね。うんうん。いやー、そっか。そうなんですよね。で、その英語のある種、あの歩行的なプログラムは 4.0 のものがないようにっていうことだったんで、確かにね。あ、そうですね。そう、4.5。いけるっていうね。なるほど。そうですね。そっか、そっか。そうですね。あ、でもまあ、じゃあそれだったらちょっと一旦12月はね、もう、あ、逆にそうね、なんかリーディングとライティングにフォーカスをぐっと絞って、それを一気に高めるっていうのはありかもしれないですね。そう。そう。で、あの、ひとまず 4.5 はいくだろうっていう、まあ、マジです、ね。スピーキングところも、ね。そうですね。あ、確かに、あの、4つのセクションを全部同時に薄く広くやろうとすると、意外と難しかったりするかもしれないんで、ちょっと集中してもいいかもしれないですね、それね、一旦。わあ。ライティングを 6.0 をまず目指す。ね。で、リーディングもちょっと引き上げると。それでいてスピーキングのところも 4.5 は取れるように、セクション 1,2 の対策かな。セクション3はちょっとここ応用的なんで、 1,2 のところ、うん、一人語りできるところと会話が難しくないセクション1、対策していくと 4.5 とか5いけるかもしれないですね、これね。おお、うん、そうですね。これリスニングの対策、どうする、そうなんだよね。リスニング、すみません、また話が。結構ね、いや、私もそれかつて悩んでたんですよね。あの、まあこれもよく言われたりもしますけど、聞き流しがいい人もいれば、聞き流しは全然効果がない人もいて、私やっぱあんまり聞き流してるだけじゃ、あの、うまくいかなかったたちかな。だからやっぱり自分が頭で理解できるものをよく聞くっていうところかな。で、やっぱここでも立ち返ってくるのが、結局その発音を自分がちゃんとできないものって聞き取れないんですよ。そうか。だから発音記号はやっぱバカにならず、で同時にその聞き取れるものを繰り返し聞いて耳を鳴らしていくっていうところですかね。うん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 。そうですね。うん。いや、僕もポッドキャスト聞いても、あれ何がかかってたっけぐらい何も入ってないんですか。そうですね。そう。だから、そう。そうなんですよ。だからポッドキャストとか YouTube の学習って結構応用的だと思うんですよ。ああ。そうそうそう。だから、まあ、今の渡辺さんで息抜きにするんだったらば、サイケデリックスのなんかこう好きな分野とかであれば聞いてもいいかもしれないけど、なんかポッドキャスト全般といろんなニュースとかを聞くっていうのはもうちょっと後の方がいいような気がしていて、それをするぐらいだったらば、その IL2 の付属の CD とかですね、
そうしたものを繰り返し繰り返し聞くとすごくいいですね。確かに確かに。そう、アイエルツのもう対策問題集とか教材に付随している CD をもう繰り返し聞いていくと。そうですね。そうだな。そういうところを地道にやっていくっていうのは大事かな。そう。アイエルツの対策を繰り返し聞くのはやっぱいい気がしますね。っていうのが、あの、問題の形式にも慣れることができるし、あとよく私が常にやってたのは、常にあのスクリプトと照らし合わせて、ああ、この空欄はここに対応してんだなっていうことを可視化していくと、どのタイミングでどこに問いが来るかが大体分かってくるから、事前準備が。すげえ。ほう。だからつまり、例えば、リスニングの読み、あの、音声が5分間あったとするじゃないですか。うんうん、例えばそれに問題が10個ぶら下がってたとしますと、例えばね、うん、そうすると最初の30秒で10個問題が来るってことはまずありえないですよ。まあ、ちゃんと配分されてるんで、その配分感覚を理解しておくっていう意味で、うん、問題の問い空欄とスクリプトを照らし合わせるっていうのがなんか大事で、あ、アイレツこういうところを聞いてんだとか、そうだよね、住所のこのところ絶対大事だよねとか、うん、この概念これ聞くよなとか見えてくるんですよ。そういうふうにやると結構リスニングの力プラス問題解決能力がつくかなと。リスニングの、あのアイルツ上の問題解決能力です。だからね、いろいろ聞きたい教材とか、あの見たい映画とか映像とかあると思うんですけど、一旦ちょっとそこはね、あのある種我慢するっていう、そうですね、これで、うん、アイルツに特化して4技能を高めていくっていうのはなんかいいかもしれないですね。大事ですね、これ。いや、あと1ヶ月だもんな。ですね。白シビンセーションから2ヶ月目の。そうか。16日じゃないですよね。16日でしたっけ？ドンピシャ。15か、今回は。そうなんですね。そっかそっか。うんうん、なるほど。1ヶ月ごとになんかあるな。いや、ですよね、ほんとね。濃い人生だな。いや。ではですね、ちょっと小田さん、今、もう気づけば、振り返りも早いもんで、1時間。はい、あとうとしておりますんで、最後ちょっと一言締めくっていきましょうか。はい、はい、ではまた僕の方からいかがでしょうか。はい、リスナーの皆さん、加藤先生本日もありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、私からと言いながら振り返り、まあ、今回ね、僕のまた英語の話にお付き合いをいただく形となりました。もしサイケデリックセッションになったときに、自分から出てくる言葉が日本語以外だったときに、またどんな豊かさが訪れるんだろうってことも、まあ、少しこう興味があるというところ、うん、でずっと僕自身がやっぱりこう英語に対して劣等感もあるし、憧れも抱いてきたし、何かずっといつか取り掛かりたいなっていうこと、うん、まあ、それを、うん、今ようやく取り掛かれてるなっていう、まあ、始めたばっかりの段階だけれど、なんだか嬉しい気持ちもあるので、うん、うん、まあ、結果につなげるような日々の取り組みをしていきたいというふうに思いました。本日もありがとうございました。ありがとうございました。加藤先生、いかがでしょう。ありがとうございます。和田さん、リサーの皆様、第40回ですね、振り返りも聞いていただきどうもありがとうございました。今回もここでちょっとこう留学の、あのお話をさせていただきまして、やっぱりこうやって、まあ、いつもながらですけど、留学の話をするっていうのは、まあ、私もすごく気になるんですよね、渡さんの取り組みの話で。これはやっぱりとにもかくにも渡さんに留学を実現していただきたいっていう、こう思いと、また、このね、ラジオを聞いてくださってる皆さんの中に留学を志しておられる方がいれば、やっぱりその方の参考にもきっとなるだろうという思いで、やっぱり留学の話っていうのはいつも私もね、かなりこう前のめりに聞いたり話したりをこうしていて、で、かくいう私も、まあ、今年本当にこう出願、今すごく大事な時期に差し掛かっているので、まあ、なおさら渡るさんとこうやってちょっとね、留学の話が今頻度高く出てきているということも、こうかなりお互いの人生にとっての季節柄のことで、ちょっとね、大切にしたいなという思いを持っております。で、最後に3日前の白シビンセッションの時に、そういえばと思ったのが、やっぱり私もこの英語を活用する事故ですね、英語を使う傭兵加藤の、まあ、一つまた新しい目覚めっていうのもこう起きていて、まあ、それはその学術研究とかサイケデリックスに関する研究や実践においては、まあ、かなりその英語で構築された傭兵加藤、これを、まあ、もう本当にこう
なんて表現したのかな、あの時の自分は、まあもう何も抑圧をすることもなく、それをこう前面に出していくっていう側面ですかね。新しい、まあ、新しいというか英語で作られている自分を、まあ、より高めながら、よりそれを育みながら社会世界に出ていくっていう、まあ、そういう気持ちをまた新たにしたようなセッションでもありましたんで、まあ、引き続きこの留学だけではなくてですね、まあ、英語の話等も皆さんと一緒にできればなというふうに思います。今日の振り返りセッションもどうもありがとうございました。ありがとうございました。